メディアを再生する単語タングルズ、単語のもつれは、1914年公開の短編サイレント映画。キーストン社による制作で、監督はマック・セネット。1971年に映画研究家ウノ・アスプランドが制定した、チャールズ・チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに、基づけば、チャップリンの映画出演6作目にあたる。ダンスホールに来たバンドのリーダーとミュージシャン。 舞台では、模範的なダンサーがダンスを踊っているが、それとは別に酔いのダンサーが珍妙な単語を踊っていた。やがてクロークの娘をめぐって、バンドのリーダー、ミュージシャンと酔いダンサーが、三つどもえの争いを繰り広げる。マック・セネットが、スケジュールの合間を縫って、チャップリンとスターリング、アーバックル、チェスター・コンクリンを引き連れて、ダンスホールに来場し、 本物の観客を前にして撮影した文字通り即興ものの作品である。コンクリンがキーストン・コップスの紛争である他は普段キー姿であり、チャップリンもいわゆるチャーリーの紛争ではない。チャップリンの伝記を表した映画視野のデイビッド・ロビンソンは乱闘シーンにおけるチャップリンの仕草が後年の街の明かりなどにおけるボクシングのシーンの先駆けを生み出すことができると論じている。 1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を除く。ありがとうございます。